米大リーグエンゼルスパイレーツ21日アナハイムエンゼルスタジアムエンゼルス大谷翔平投手29が21日日本時間22日本拠地パイレーツ戦に2番投手デスタメン出場し2回まで1アンダム失点で抑え4三振を奪う好投を見せている写真翔平がトム・クルーズにトップガン の合成写真両打ちを含めて6人の左打ちを並べたパイレーツ打線。初回は西走者なしから死球を与えたが、無安打無失点で好発進を切った。1回裏の1打席目は死球を選ぶも得点にはつながらず。2回は先頭のデイビースに中前安打を浴びたが、そこから圧巻の3者連続空振り三振で選手点を許すことはなかった。 前回登板の後半戦初戦だった14日、同15日の本拠地、アストロズ戦では、6回途中5安打5失点、自席4で降板。右手中思想の状態が感知しておらず、本来の投球ではなかった。6月27日の本拠地、ホワイトソックス戦7月4日の敵地、パドレス戦14日の本拠地、 アストロズ戦と3試合連続右手中止層のトラブルでのイニング途中の降板。大谷は14日の試合後、爪の状態が良くないことを明かし、全体的には思い通りではなかったですね。ここ最近はずっとそんな感じ、と苦しい胸中を吐露していた。ネビン監督は、心配していない。 右手中思想の状態は順調に回復したとして中6日でマウンドに送り込むが状態が心配される。